テレビアニメ歴史に残る悪女になるぞが好評放送中です皆さんこんにちはアリシア役中村環奈ですえ皆さんこんにちはウィル役矢中博士ですよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いします <laughs> <laughs> この番組は歴史に残るアフタートークと題しましてアフレコ現場から収録の感想や本編の見どころを毎週キャストがお届けしていきますので楽しみにしていってください 第八回目は私中村カンナとヤナカさんの2人でお届けしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします <laughs> えっとヤナカさんはラジオとかお話しする場は結構あります、うん、ない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 です<あ>ないないですかもう中村さんについてきまし <laughs> 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 まあ私たちといえばこの作品ではアリシアとウィルということで、うん、もう2話からウィルさんも登場しているので 皆さんにとってはおなじみのペアかなと思っているんですけど <laughs> どうでしょうウィルさんどういう印象をお持ちですか,<ん>なんか役作りの時とか。というか中村さんとは初共演そうななんです初共演なので、ねそ,ね、その初共演でいてでこのアリシアとウィルとが出会って、はいはい、でそこであっという間に信頼関係っていうか。 そうなんですよね。うん、気づくという、はい、もう大切なシーンがもう第二話からありました、ね、ったんですけども、はいまあ、やりにくくなかった大丈夫ですかた？私ですか？で,でも全然もう柳中さんのお声がもうあの包み込んでくれる感じだったのでしかもなんかその村で、まあ、あのウイルと会って <laughs> もうなんかすぐ信頼関係が段階も踏まずに、うん、この人なら何か信頼信頼できそうっていう感じで始まったので。うんうん <laughs> 普段ねあの共演したりとか、はいえー、知ってると、うん、いつも通りリラックスしてできるんだろうけどう、ねうん、本当に話したこともなくて僕もね、あのー、スタジオ入って口聞かないでしょあまり。すやりにくかったと思うんだけどでもかえってそれがいい風に出て初対面の感じだけど<あー> <laughs> 中村さんから伝わってくるまっすぐさっていうか <laughs>、うん、そういうのがあったんで「おっ?」っていう自分の中にもあって。 嬉しいですそれが書いていい緊張とでも結構ねあのリスペクトしてくれてるなっていう感じで俺にじゃないよウィルにだよ矢中さんにもリスペクトさせていただいておりますいやいやいやでもね最初から割としっかりした軸を持てたらいいなって思ってたんですけど気器うことなくそれがスーってできたかなっていう感じがちょっとしたんでもうその 流れを大事にしたいなっていうのはずっと思ってました。ああうわあ素敵なエピソードトーク、<laughs> ありがとうございますら。そうですね、ウィルさん、優しさもあるし、うん、気品もあるし、どっかなんか含みがあるような感じなので。うんまあ、まだまだこれからウィルさんの謎があるのかな、なんていう感じもね。気品。はい、ありますよ。柳中さんから <laughs>。<laughs> <laughs> すごい感じられますけど、皆さん感じますよね。<laughs> いやよかったわ。<laughs> 俺を知ってる人は絶対そうじゃないっていうのかと思ってさ。え、そうなんですか。かでもテスト終わってね、はい、あの音響監督の土屋さんね監督入ってきて、さっ、はい、と入ってきて何あいろんなアドバイスあるかなと思ったら、うん、ウェルー。 いいですね。出てくる。もうそれに救われた。本当に救われたんで、もじゃあこのままあの中村さんのセリフも聞いて、それで目の前に本当にいるような感覚を持ってたんで、で目は見えてないから当然耳で聞くんだけれども、それがこの状況ね、あの収録と同じだったんで、とてもとても助かりました。わ、嬉しい。マジでありがたいお言葉ありがとうございます。いや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 、こちらこそ。じゃあ。 えー、第八話のねストーリーを、うんえー、振り返りながらお話ししていきたいと思います、はい、サブタイトルは悪女と大復活です <laughs> 修行から出てきたアリシアは真っ先にロアナ村へ向かい闇魔法を使って自分の左目をウィルに移植するという私たちにとって衝撃な来た第8話でしたけど <laughs> このエピソードって感じですよねそうですよねどうですか印象に残ってるとこやっぱりあそこのシーンですかねいやもちろん うん、いきなり来たけれどもやっぱりアリシアに魔法をかけられて、はい、であっとなって片目が開いて、うん、でふッっとみんなの顔が見えていくといあこれが実際に絵がついて見た時にどんなに素敵になってんだろうってんか矢中さんのィ、ね、ルの演技がちょっとやっぱりこう、うん、じーんとみんなのことをやっと見れたっていう,そうそしみじみとした感じが、ね、あの。 なんだろう収録の時の絵はそこまで泣いてる感じではなかったんですけどでもその演技を見て、うん、あこれだなと思って込み上げてくるものとねそうですよね、うん、なんでオンエアの映像がすごい私たちは楽しみなんですけどすすど,どうですか、うん、なんか谷中さん的に、うん、まあ自分がもし目が見えないとして、うんえー、ここ数年出会った女の子に目を移植してもらったって。 考えると現実的に考えるとどうですか？なぜ結構ビルはそう来るかその質問が来た。か一瞬怒って何してるんだって言ってるけどやっぱすぐ受け入れられてましたよねビルさんは結構。いやあのそれはあの俺が言うことではなくてお作りになった方たちのころぎゅっとしていい凝縮のさせ方だと思ってああ多分でも。 俺がそんなこと起きれないけどあったらもう呆然というかもう絶句してるんじゃないのかなと思ういやそうですよ、うん、何が起こったんだってまあ,あとで、ね、自分でも魔法がわかるからあの本当のヤナカは何にもわからないので <laughs> ただ本当にポカーンと口を開けて楽、ね、かもしれないびっくりしますよね、うん、私も、うん いやでもそれだけ信頼してる人だからこそ,そ<う>自分の左目を上げようって思えたんだなと思って、ねうんうん、いますそ,そんな人、うん、いるかな私 <laughs> いやでもねね出会いたいたよ、ね、そういう人に、ね、そういうい人とはねなかなか出会えないので、うん、なんかアリシアもかなり人に恵まれてるなっていつも周りの人になんだかんだ、ね、でも本当に最初から面白いよね私悪女になるんです <laughs> 真逆でね悪女っていうのがあのジルのを、ね、あの助ける時も、ね、そうだったけれども、うん、一見突き放すけれどもそこにはすごい深い愛情があってそれがまたビルも分かるから、うんうん、この子だなっていうのがきっっとあってジルとビルとアリシアの,この3人のなんだろう家族って言ってもおかしくないような関係性に。 本当本当。なってるのが、うん。ウィルとジルもそうだし、あと、ね、アリシアが、あの、死とね、うん、仰いでくれてるっていう。本来がまたすごいのと。うん、うん。まあ、これから先ね、どんな展開になっていくのかも、ものすごく楽しみなんですけど。はい。うん。そうなんですよ。だから、八話から、まあ、二年の、二年の修行を経て。うんうん、アリシア。かなり、あの、悪情味が増してですね。ね、こんなこと聞いていい?。はい。自分って。はい。どっち。どっち?。 どういうこと聖女,女えどっちんどっちでもないなぁえー、ないよこどっちでもないないやでも、うん、私はでも昔からなんだろう人の目を気にして、うん、みんなに好かれたいって思って生きてきた感じなんですけど正直じゃんだ、だんだん あのね、現実を知ってきてんだろうみんながみんな優しくすれば、うん、優しさが同じぐらい返ってくるわけじゃない人もいるっていう現実も知ってきてちょっとなんだろうケースバイケースで <laughs> 人と対応するべきなんだなっていうのをいろんな学生時代とかで学んだ気がするのでああまあ聖女になりたい気持ちはあるけど、うん、現実はそうじゃない時もあるんだなっていう感じですね <laughs>。 そんな感じです。え、ど、どうですか<ん>中さん的には。ね、悪女悪、悪、悪女悪い<リ>、悪い男悪い男 <laughs> 悪い男は、まあ、自分含めて、たくさん、たくさんいますけども。<laughs> 悪女、そうだな。悪女、悪女、悪女、悪女。たまーに、そうなあの、優しい笑顔で、はいうん、そこそこきつい注文をしてくる。 制作担当の女子とか、ディレクターさんって悪女かなって思うて。いや、素敵ですよ。とっても素敵だと思いますよ。まあ、あの、そんな感じ。で他は、なんか、なんかありますかね。第八話で。あ、そう。自由がね。あの、刺繍、眼帯の刺繍をプレゼントしてくれたんですけど。手先が器用だなと思って。これ、多分。 アニメオリジナルですか漫画だと刺繍されてなかったですよねそうアニメオリジナルの刺繍なんですけど,どに聞いたて天にどどこ,どこ聞いた <laughs> スタッフさんに確認しました,った合ってますよね <laughs> 合ってますよねそうなんですよ、うん、なんかその私は私的には不器用だし、うんはい、アリシアもそんなに手先今日なのかな魔法使わないでって思うのでじジルをそういう意味でもこうなんだろう 器用で繊細でいい男の子だなっていう、うんうん、私ちょっとジル推しなんですけどそうそこがちょっとお気に入りのポイントだったんですけどそっかそっ、はい、かそっか手先は器用ですか誰がヤナ<中>さん <laughs> やったダメだなあの裁縫とかそういうのは全くできないですよあ、そうなんですかできないなんか私勝手に 矢仲さんのこと、を料理とか、料理とは好きだけど、針はダメです。針は扱い、私もそうなんです。ミシンって大体何って、どこに糸を通してどうしてどうなんですぐ絡ませちゃうから糸を。料理はお好きなんで普段から、好き好きは好きです。好きです。作りますか普段。作ってますよ。得意料理とかは。 とけてあのね、料理っていうほとんど料理じゃなくて、あの目の前にあるものをこう魚さばいたり。あの寿司前切っておしにぎったりとか、そのぐらい、あとはね。最近ね、あの某、蒸気の出る。オーブンを使って。あら。もう、もっぱらそっちに任せてます。うん。はい。いや、あれいいですよね。あれはいいです。ちょっとこういう名詞は今。やばっと思って出さなかったんですけど、あれはいいです。はい。 そうそうそんな感じで、うん、じゃああとはもう、まあ、この八話をなぞらえての感想トークなんですけど、うんうん、今修行したいこと習得したい能力はありますか、はあ、そうくるか <laughs> 他にも候補あるんですけど違うのにしますかいやいいですあこれでいいですかでもねはい本当セリフ覚えの術が欲しいそれは私もですもうね昔 <laughs> からを入るの遅かったんだけど年々年々どん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 遅くなってて、はあ、もう舞台やってるというかもう初日寸前まだ入んないんじゃないのとか夢も見るし夢見ますよね。 パテ飛んじゃってどうしようってなるよねそう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 だからよく昔こういう話になるとさあのなんか一つだけアイテム使いますっていう某どっかの何なんがあった時にもうどこでもねああのののこ遅刻しないですぐスタジオとかねそういうことを言った時期もあったけど今はとにかくセリフを覚えられる術が術があったらもう欲しい私も去年二年前かうん 去年だ、うん、初めて落語をしたんですけどやったのそうなでもなんかその現代でこうなんかオリジナルのやつをしてもらってだいて頂いてそれをやったんですけど,、ね、すけど本当に10分1 1二分ぐらいの尺の<っ>結構長めのやつをやってなんか初めて「やばいどうしよう」ってやみました。わかる <laughs> あと俺野ざらしだって前編やったもん。え<っ>、そうなんですか。うん、これも某を、はい、作品があるのに、ちょっとね、必要だったんです。<ー>それで、頭だけ本当に、まあ、触りでもないんだけどもね。あの、でも、テープいただいたんだけども、どうも、違うなと思って、うんうん、お願いして、前編。あの、うん、入れさせてもらって。はい だからその時はちょっとねカンニングしてね見ながらできたけど <laughs>、はい、これ本当話し家の人たちってすごいなと思っていや本当にそうですよね<ー>なんかテンポも全部自分で作らなきゃいけないからそ,うそ,うそのタイミングとかもなんか覚えといた方がねス<う>っていくから、うん、セリフだけじゃなくて、うん、新潮さんが大好きだったんで新潮さんのも聞きまくって<ー>で自分で新潮さんのを全部起こしたりして<ー>でそういうふうにやってたけどまあ あの時で半分以上入ってたけども、今ポンってやら、やれって言われたら。もうもうもう。無理ですね。無理ですね。終わったらすぐもう忘れちゃって。はい。<laughs> でもすごいな、はい、でも、絶対セリフ覚え良さそうで。いや、だな、まだ、本番には間に合わせるんですけど。うんうん なんか心配が勝っちゃいます。覚えてるけどなんかあった時のどうしようの心配症なんで。あずもわかる。ちょっと。で右向いてね覚えててね左を張ってみてね言うとあで出なくなったとか。りまなんかちょ呼吸をね。そうそう。これもそうじゃないですか。一日行だとやっぱり頭に入れといて絵をちょっと見ながらできたら最高だけども。そうですよね。そうです。超ゼリフ多いのでこの作品でもすごい切り替えも上手ですし素晴らしいです。いやいやなんかすごい。 演技のお話でかなり盛り上がってしまったんですけどれけ、ね、これぐらいで<笑><笑>というわけで、はい、歴史に残るアフタートーク第八回はここまでテレビアニメ歴史に残る悪女になるぞは大好評放送中ですアニメ本編と合わせてアフタートークもお楽しみいただけると嬉しいですお相手はアリシア役中村カンナとウィル役矢中広史でしたまたねーバイバーイありがとうございました